こんにちは、実徳キャンプの清太郎です。リンです。こんにちは、山健です。この日は2022年5月29日日曜日、運動会の振り替休日を利用して娘も一緒にキャンプへ行ってきました。高速道路が自己渋滞で下道を使っていつもの OK ストア橋本店で買い足しを済ませ、とりあえずキャンプ場は決まっていないのですが道し道を進みます。道志エリアは予約なしでも大丈夫なキャンプ場が多いです。いつもは道志エリアでも手前の方でキャンプすることが多いのですが、今回はいつか来たいと思っていたキャンプ場まで行くことにしました。ここは道志エリアの最大の敷地面積です。かなり広いキャンプ場なので事前に調べてきましたが、まずこの橋を越えて左手、こちらにある管理棟は一旦通り過ぎます。子供が泣いていると迷子じゃないかとやはり気になってしまいます。道志エリア、とても森が深いので気をつけなきゃいけません。チェックアウトは12時です。デイキャン利用の人も多かったかもしれません。プールの水はありませんでした。この辺りがプールエリアということで、子連れにはとても人気のようです。すべての区画がフリーサイトになっているので、皆さん広々と使っていました。ここよりさらに奥にも行ってみたのですが、どこも満場になっていました。場所を選んでから受付します。ということで、ちょうど川沿いのサイトが空いていたので、こちらをキャンプ地とします。本日お世話になるキャンプ場はこちら、道志の森キャンプ場です。道志の森はチェックインが9時からなのですが、チェックアウトの12時前後だといい場所が空くかなと思い、その時間を狙ってきました。しかし自己渋滞で1時間遅れてしまい、慌ててテントを設営していたところで娘がトイレへ行き、その時にちょっとしたトラブルが発生しました。トイレットペーパーはありませんでした。リンちゃんに持っていこう。やばいやばいね。リンちゃん欲しい。待ってるよ、こちら。待ってリンちゃん、落としに行くぞ。このトラブルのために一度設営しかけていたテントを一旦すべて撤収して、すべて車に詰め込んで場所を離れ、管理棟でトイレットペーパーを買って娘のところへ行き、また元の場所に戻って設営しようとしていたら、その場所には他の人がいたのでしょうがなく違う場所に移動しました。ゴーストシェルターは2回出ました。娘はゴーストシェルターが初めてだったのでとても嬉しそうでした。川を見下ろせる気持ちのいい場所に設営することができました。そしてここの奥のサイトからは川に直接降りることができます。大丈夫？テントも大丈夫？ここは気が出た。ここの D3 サイトは人気があるそうです。このサイトを利用していた方と仲良くなっていろいろ教えていただきました。それにしてもいい天気ではあったのですが、さすがに川の水はとても冷たかったです。そろそろ幕の中でのんびりしようと声をかけましたが、やっぱり子供たちは川で遊びたいと。僕は一人で設営の続きをやりながら、そろそろビールも飲ませていただきます。他のテントの室には入っちゃダメです。これお隣の子供が捕まえたなんか魚かなんかがいるんじゃない？とてもキャンプ慣れしたご家族でした。おたまじゃくし。おたまじゃくし。いいね。ここのキャンプ場は広い敷地を生かして花畑や林間などサイトによってさまざまな雰囲気を味わえる素敵なキャンプ場でした。キッチンと。こうやってね、はい、ちょっと来ました。こちらこことお気に入りは。うん、どれでもいいよ。ありがとう。あの青の原キャンプ場、青の原はこの間行ったところ。道志の森キャンプ、道志森キャンプ場、道志の森。とても可愛いキャンステができましたので、もしよかったらどなたか交換お願いします。寒くなってきたのでそろそろ幕の中で遊ばせます。我が家の場合は任天堂スイッチは持ってきちゃいけないことになっていますので、基本的には 3DS がキャンプ専用機となっています。メルカリなどで安く買った古いソフトをたくさん持っていますので、この子たちはキャンプに来れば 3DS ができる時間があると思っています。お昼ご飯は自己渋滞のせいで車の中で軽く済ませていましたので、少し早いですが晩ご飯のスタートです。どうぞ。じゃあ開けまーす。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いいね。
どうしい？サーモン食べたい人。サーモン。おいで。お皿持っておいで。はい、タイ食べたい人。はい。おいで。あ、おいしいサーモン。ね。どれが美味しい？お寿司とも美味しいし、刺身も美味しい。刺身も美味しい。刺身美味しいよね。じゃあ醤油が。ない。醤油、もうそれで最後だから、あんまつけすぎないで。あ、ちょっと難しいやつだった。これであの線が。あ、かわいい。これやっとり。熱いけど美味しい。熱いけど美味しい。あの太陽が山の向こうに消えてったら一気に暗くなって今日は星が見えるかもね。あ、星座の子は星座。星座の子。でも、りんちゃんの頭の中にも入ってるね。入ってるよ。ね。入ってるものがある。ね。見れたらいいね。君がこ。暗くなってきたので、そろそろランタンをつけて夜の準備をしていきます。一気に暗くなったね。この時間になると日曜日のデイキャンプの方が少しずつ帰られてだいぶ場内のテントも減っていきました。この場所が7月末から8月の間夏季のみプールになるそうですが、コロナ禍においては休止になっていたそうです。ファミリー客にとても人気のある場所になるようです。自販機はビールやチューハイなどもたくさん売っていて、お酒も充実していました。そんなに値段は高くなかった気がします。もう真っ暗になりました。そろそろ焚き火にします。はい、着いた。早く。まだ早い早い、弱まってが夫婦で。そうだね。この後今年初めての花火をやったり、翌日も天気は良くてとても楽しかったのでデイキャンプの延長をしたりしました。その模様はまた次回の動画でお届けできたらと思います。父と子キャンプ、ヤマケンでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。